グアンターということで、マイパイセンルート、続きの方をやっていくんですけれども、いや、前回でね、もうついに、まあ、紆余曲折ありましたけどね、まあ、なんとか、まあ、サトル君とマユ先輩が、まあ、結ばれたという感じだったんですよね。もう、マユさんも可愛かったよね。もう、お姉さんらしくとか、もう、いいから、口塞いでっていう。いや、いいよね、ああいうの。はい。まあ、ただね、こっからですからね、もう、メモリー繊維だのね、小鳥さんのことだの、ね、あんなクレーン車の話、クレーンの倒壊事件がこんなに関わってくると思わなかったんだけど。はい、まあ、ここからどうなっていくのか、じゃあ続きの方を見ていきましょう。さて、そうして無事、恋仲になれた俺たちだったが。うん。あのね、学院側にね。うん。サトル君を、私の研究助手にするって。っていう話、どうしたんだ？唐突だね。どういうこと？研究助手？なんでそんな？ほう。いや、ほうなるわな。ん？ってなるよね。どうやら、それだけではとどまらなさそうだった。そうか。あ、もちろん、サトル君が工作員ってこととか、うん、メモリー繊維を提供してもらったこととかは伏せてあるよ。そう？それはありがたいけども。ごめん。どうしてそんな話を通したんだ？どうしてもこうしても。なあ、もうそばにいたいからじゃないのか？ね。うん。サトルくん、その、上の人に、私とのことを、どういう風に話を通してる？それは、まあ、こちらのことを知られてしまいはしたが、提携を持ちかけてくれたというか。ぶっちゃけ、俺の上司は俺の育ての親でな。俺がマユ先輩に惚れたことまで報告してある。そうなんですよね。もう全部報告済みです。ダメだったか。そんなことない。嬉しい。なら、親御さんのご公認みたいなものだし。そうだな。じゃあ結婚するしかねえな、もうな。このまま。でも、だったら、なんていうか、サトルくん、市場を優先した、みたいな感じには、多分、なっちゃってたよね。うん、なっちゃってたというか、もうずっとそれ。ずっとそれなんだよな。もう研究棟に潜入しましたとかさ、そこら辺で一番ね、もう独断で動いたりみたいなのあったし、もうその前からもね、ちょっとちょくちょくあったし。まあな。かなりのところ、親父を困らせてしまったのは間違いない。最終的に背中を押してくれたとはいえ、俺の行動で想定が狂いまくっていたはずだ。だろうな。まあ、そのあたりは今後の成果で結果往来と思ってもらえるように頑張るしかないが。だよね。うん。だから、その辺もあって。そう言うと？うまいことやって、私の助手に収まったってことなら、サトル君の立場的にも面目も立つかなって。おお。ほら、一般学生よりもっと有益な情報が入手できるからっていう、潜入捜査員的に。ああ、立場的なね。なるほどね。確かにな、助手だったら、まあでも何かしら成果出さないとな、でも。ねえ、助手やるにしてもな。もうなんかよくわからんやつが助手になってもな、みたいな。それはまあ、確かに。親父的にも、ただ俺が潜入捜査先の女学生といい仲になったというより、その方が色々とやりやすいはずだ。まあ、結果的にもう正し込んだみたいな感じになるもんね。なんていうの、その、立場的には。というか、そんなことまで考えていてくれたのか、マユ先輩。ありがたいよな。こっちからしてもな。だよね。うん。よかった。しかし、マユ先輩はそれで大丈夫なのか。ん？ん？それはつまり、俺に情報を横流しするのが前提にはなってしまうけども。もちろんその辺は、申し訳ないけど、何から何まで流すわけにはいかないよ。そりゃそうだろうな。いや、それは当然だろう。マユ先輩にだって立場があるんだし。けどほら、私が知らないところで動かれるよりはね。
サトルくんがいつも近くにいてくれたら、うん、そっちにどんな情報が言ってるか私にもわかるでしょ。ああ、なるほど。どうなんだろうな。なんか最終的に束縛するタイプなのかな。いや、まあ一応ね、この状況だからこそっていうのはこれあるんだけど、なんかこういうのをさらっと言ってくるってことは、まあでもそうか。最悪これは伏せておいてもらえるかなってその場でお願いすることもできるだろうし。うん、でもなんか眉先輩に束縛されたいな。ダメか、こういうのは。歪んでいるのか俺は。なるほど。手元に置いておけば情報入手経路や内容をコントロールできるってわけか。双方の立場を踏まえた落としどころとしては確かに理想に近いかもしれない。少なくとも今までみたいにお互い隠し事をしながら探り合いするより、する形よりはるかにいい。うん、確かにね。ありがたい話だ。さすがだな、まゆ先輩は。うん、ありがとう。でもね、それは結局全部建前っていう。で、そうやんな。そうやんな。まあなんかね、俺もそんな気がした。若干。と、そこで、まゆ先輩はますます頬を上気させ、指をもじもじと合わせ始める。二人きりになりたいんだもんな、もうな。お盛んですよ、今は。建前。うん。だって、そういう風に話を通しておけば、いつでも堂々と一緒にいられるし。そうだよね、研究者と助手だもんな。どう思いますか？そういう建前をまず考えちゃうところが、なんていうか、経験不足なのを露呈してる感じではあるんだけど。いいじゃないですか。そういうところでいいんですよ。でも、それでも、私たち、彼かの、だもんね。うん、もう。古いわ。なんか古いな、彼かのってなんだそれ。だって、もうチューしちゃったし、サトルくん好きって、好きって言ってくれたし。どうした？なんか唐突に可愛くなるというか、その乙女みたいな感じになるよね。いや、乙女なんだけどさ。え、はぁーって。ちょっとこっちがびっくりしちゃうんだけど、って。どうしたのっていう。うん、まさか、養護施設で出会った男の子と、そういう仲になるなんて。いやでもいいじゃないですか、それはそれでね。でも、逆に運命的かもだね。うん。お互い成長して、数年越しの再会。しかも、その時互いの立場は。そんなだったからこそ、結ばれてすぐに、あんな。思い出したら、また顔赤くなってきちゃった。めっちゃ喋る。マイさんめっちゃ喋る。いやでもさ、これなんだろう。でもなんかやっぱリオさん思い出すな、ドラクリの。胸も大きいし。あれは同じ、児童施設だったっけ？あ、施設ってか、まあ、あれはなんか医療施設かなんかの孤児院かなんかだったよな。医療も兼ねてる孤児院みたいな。まあいろいろあったわけなんですけどね、そこで。ああ。まゆ先輩。うん、何かな、サトルくん。私、いい年こいて、はしゃぎすぎ。年上の女がこんなはしゃいじゃってるの、ちょっと、引く？待て、へこむな、そうじゃない。いや、あのまゆ先輩がこんな風になるんだ、という風に驚きはしたけども、ちょっと、ってなるけどね。まあでもそれでも嬉しいわな。その、ある意味昨日以上に実感が湧いたというか、な。実感。俺たち、恋人同士になったんだなと。だから、言うぞ。言ってもいいな。なんだこれ。お願い、ぜひお願い。お前らなんでそんな漫才を始める？もうちょい落ち着いていられないのか？はしゃいでいてくれるまゆ先輩がすごく愛おしい。です。まゆ先輩。
頼むから何か反応してくれ。ああ、ごめんね、つい。やだ、嘘、どうしよう、サトルくん、照れてる、でも可愛い、それに嬉しい、照れながらそんなこと言ってくれるなんて、これが恋なんだ、恋ってすごい、どうしよう、いいのかな、すごい、すごいって。よく噛まないね。すごいわ。まゆさん、その滑舌俺にくれ。長いじゃないわ。お前が言わせたんじゃ。けど、喜んでもらえたってことでいいんだな。なんというか、こう、じわーんってきました。あー、なんかさ、あれだわ。あの、アス並みを感じるわ、なんか。あの、SAO のアス並みを感じるわ、若干。ちょっとお姉さんで。ちょっと、あっちは、ま、ちょっと、本当にちょっとお姉さんだけど。そうですか。はい。大変に、そうです。なんでお互い敬語になってしまってるんだろうね。申し合わせたようにでな。まあ、でも、それもまた、恋人同士なんだな、感というか。追い打ちが来た。サトルくん、実は恋愛経験豊富。凄まじいよね、本当にこういう時のサトルくんはね。もう、無意識だからね、大体。そんなわけがあるか。何もかもが初めてだよ。そうだね。初めてだから、嬉しくてしょうがないから、必死で考えて絞り出さなきゃ、みたいな。すごくわかる。私もサトルくんもなんかいろいろ考えちゃうタイプだもんね。そうだね。そうだな。時に不必要なほどにな。でもだからこそこうなれた気がするっていうか、お似合いってことでいい？あー、まゆ先輩のとこんな感じになるんだな。いすげえな、なんか。なんかマジでギャルゲって感じだわ。マジでギャルゲで、ギャルゲなんだけどさ。いい。今度は即答？それくらい、同感ってことで。気持ち悪い。なんだこの二人。なんか、甘々すぎて気持ち悪い。なんかなかなかないよね、ユズソフトさんでこういうの。ねえ、なんかイチャイチャするはさ、結構あるけどさ、ここまでってなかなかないよな。ねえ、テキストないのにこんな甘々なんですよ、これ。うひゃひゃーつって。多分俺たち、ものすごく初々しいやりとりを繰り広げてしまっているんだと思う。周りに人がいなさそうでよかったな。が、そんなのは当たり前だ。お互いこの手のことに全く触れてこなかった同士で、しかも昨日恋仲になったばかり。なんか、ななみさんとかが旗から見てたら面白いんだけどな、こういう時に。つって。こうやって確かめ合いたいに決まっている。唇だけじゃなく、言葉や態度でもこれでもかってほどに。まあ、しかし、あれだ、ね。ん？なんだ？私たち、ものすごく、ういういしいよね。そうだね。俺もまさに、今、そう考えてた。これでまた、同じこと考えてたんだ、ムーブになるかな。でも、それが、すごく嬉しい。すでに裸とか、恥ずかしいところとか、見られちゃってるくせにね、あ、私。それまた別の話だな。それを今、持ち出すか。思わず声を荒げてしまった。いや、確かにその通りなんだけども。その辺順序が狂ってしまってるのは確かなんだけども。だからこそ、こっちは焦らないように、理性を聞かせているようなところがあるっていうのに。確かにな。こっちが一方的に体見ちゃってるからな。と、内心で噛み締めながら、つい、まゆ先輩の胸元に目を向けてしまう。お！ああ、くそ。今日も立派だ。しかもこの人は大きいだけじゃない。形だって綺麗だったし、TKB も綺麗な。そうだな。すまねえ。なんか気持ち悪いことを言っているとみんなは思うかもしれないが、すまない。激しく同意だ、俺は。
最高の胸をお持ちだ。あ、すまん。うん、つい。いや、私こそ、なんていうか、勇み足を。っていうか、ちょっと年上らしい余裕見せておこうとか、余計なこと考えて、余計なことを。ほんと余計だよ。その辺諦めてくれたんじゃないのかよ。裸見られたことつい思い出しちゃったんだからしょうがないでしょ。そして血は喧嘩が始まると。恥ずかしくて揺り戻しをかけたくもなるでしょ。じゃあまゆさん、じゃあね、まだ今フェアじゃないからお互い見せ合いっこしましょうよ。ダメか。そう言われるとこっちも受け入れるしかないけれども、というか改めて詫びねばいけない気にさせられるけども、本当に悪かった。いや、だからそれはお互い様だからね。しかし俺は一方的にマユ先輩の恥ずかしいところを見てしまっているわけで、しかも2回も。それは確かにそうだけど、俺も見せればいいのか。それは違うんだ。いや、悪い。今度は俺が勇み足だ。私も考えてないよ。ん？なんだこの流れは。それは実に興味深い提案だ、とか。ガリレオかい。下ネタガリレオやないか、それ。それは実に興味深い。すごいね。研究者が下ネタに手を出すともうやばいですね。ほう、見せてくれるのが実に興味深いってこうね、目線が下に行きながらね。頼むから、こういう話題の時にいきなり研究者モードになるのはやめてくれ。そうだね。大丈夫。さすがにね、そんなのはね、昨日の今日で。いやでも、なんか、研究者ムーブじゃないけど、ほう、こうすると硬くなるのか、みたいなのは、結構好き。結構好き。ああいうのは結構好き。ちょっと真剣に考えながらも、みたいな。で、しかも、こう、ちゃんとね、恋心持ってる状況で、みたいなね。いやー、そういうのは好きなんですけど、ちょっと、まゆさんにそれを求めるかと言われると、ちょっとやめておくわ。なんて、双方、こっぱずかしい方向に、話が行きかけてしまってた時だった。お、やっと終わったか。誰か終止符を。学生の呼び出しです。あれ？呼び出し？うん？2年 A 組、有原悟くん。おう。3年 A 組、四季部まゆさん。至急、理事長室まで来てください。繰り返します。しかも、柿本先生じゃん。理事長室？これは、さっきの件について、だよな。多分ね。とにかく、行こうか。ああ。なんだろう。理事長直々の呼び出しか。少し心構えしておいた方が、良さそうだな。なんだろうね。なんで？有原くんを助手に、という申し出だ。おー、久々に見たの。ははは。あなたが、ね、眠れる少女のお父さんってことになるんですね。なるほど。なんか、あんまり似てない気がするんだけど。ちょ、まあ、一回ね、まあ、立ち絵が出てきたらは、ちょっと比べてみたいけど。なんか、小鳥さんと似てない気がするんだけどな。ちょっと似てるところあるかな？まあいいや。二人で赴くと、理事長は数枚の書類をデスクに置きながら切り出してきた。顔を見るのは久しぶりだが、相変わらずいかつくて鋭い物腰だな、この人は。まず、しきべくん。君の研究の難しさはこちらも承知している。おお。したがって、助手が欲しいという要望も理解はできる。ああ、なるほどな。しかし、この話は研究者としての申し出のはずだ。そんなことまで、学院の理事長であるこの人が扱うのか。まゆ先輩の事情を知ってるってことなのかな。となると、研究棟を含めて全体を統括する総責任者ということなのか。だとしたら、ますます油断はできない。ご理解いただけてありがたい限りです。だが、少々説明を要求したい。おお、そんなレベルで、その理事長がその説明を要求するレベル。こちらでも彼のことは改めて調べさせてもらったが、どうやら彼は
君と同じく風蘭児童学園の出身であるようだ。うん、つまり気心が知れている。助手を任せるにあたってコミュニケーションを重視する判断をしたのだとは察しがつく。まあ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 確かにな、まあ、いろんなことが必要になるからな、この力仕事とか、まあそういう時にコミュニケーションがねできる方がいいですよね。簡単に気軽にね。一瞬ドキッとさせられたが大丈夫そうか。しかし公平に見て彼はさして優秀というわけではない。公平に見てな。当然しけべ君とは比べるまでもなく、学生全体の平均値から見ても彼以上の人材はいくらでもいる。おお、まあ確かに。アストラル使いとしてもそれは同じだ。頭脳面を補えるほどの際立った能力を持っているわけでもない。いや、別方向に行か。なぜ彼なのか、しけべ君には説明を要求してこんなことを要求されるぐらいさ、え、めんどくさいの助手をさ、採用するしないってさ。ええやん、そいつの裁量で。あ、でも学院もね、研究棟とかが関わってくるから、まあセキュリティ面も含めてってことか。要するに、いぶかしまれている、そうだね。確かにそこは理事長の言う通りだ。単に助手ということなら、俺よりも適任な学生はいくらでもいるだろう。きちんと勉強して、いい成績を上げてこなかったのが悔やまれるな。そうだな。お前、頑張れよ。まあ、きついかもしんないけれどもな。こういう時のためにやっぱこう世間体もあるからな。いや、たとえ今まで勉強していたとしても、まゆ先輩レベルには到底なれなかっただろうけど。まゆ先輩、どうするんだ。確かにね、これでね、まゆ先輩がやっぱ難しいことしてる中で、あれ、なに、そんなやつ助手にするぐらいだったら、みたいなね。俺たち努力する意味ないや、みたいなね。ぐらいな、ね、そういう人も出てくるかもしれないしね。ましてや私がやらせてもらってる研究は理事長にとってもデリケートなものですし、ね、ああそういうやっぱことなのか。ああ、もうちゃんと分かってんだね。じゃあ理事長も。その通りだ。あ、納得のいく理由がなければこちらとしても許可はできない。そうか、小鳥さんのことだ。そうだ、彼女は理事長の実の娘。彼女を起こすための研究に関わるとなれば、理事長も構えて当然か。ましてや、最近はいろいろと悩ましいことも多いのでね。まあ。我々の研究内容を探ろうとしているものも一定数存在する。学院の内外を問わず。そうだね。ちょっと耳が痛いけどな。信頼できるかどうか、それを重視するのは危機管理の観点から当然のことだと理解してもらいたい。そうだね。しけべ君、君自身についても言えることだ。では説明を願いたい。いいね、なんか息遣いがリアル、リアリティな感を出してていいね。なんかこうノーブルでもね、こういうくだりあったんですけど、こう緊迫した話し合いみたいな、なんか息遣いがやっぱいいですね、この厚則さんの中の人というか。まさか、この人はある程度察しているんじゃないだろうな。何者かが潜入調査を行っていて、まゆ先輩を介して情報を入手していたのではないかと。だとしたら、これは鎌掛け、いや、ボロを出さないかどうかという揺さぶりでもある。となれば少なくとも、俺が小鳥さんのことを知っているとは悟られないようにしなければ。わかりました。では端的に、彼はもう小鳥のことを知っています。なるほど、もう言っちゃうのね。ちょちょと思わず顔に出してしまったが、まゆ先輩は落ち着き払った表情で。どういうことだね。私が打ち明けました。彼は私の気持ちを理解してくれました。いや違う、どこか誇らしげに頬すら蒸気させながら理事長に答えていた。だからこそです。うん。その答えを聞くと理事長はしばし考え込んだ。なるほどな。もうそこを隠さずに行くと。まゆ先輩の視線に俺はうなずいて答える。
確かにこの返答ならば、俺が研究棟に潜入していたことを明かしたわけじゃないから問題ないとは思うが、それ以上にあんな顔でああ言ってもらえるとな、もう誇らしげにな、無性に胸が熱くなる。有原君。お、はい。小鳥を助けたい気持ちは彼女だけのものではない。ああ、そうか、そうだよな。いや、初めて厚則さんのお気に入りボイス入れたわ。私もまた同じだ。うん、だからどうかよろしく頼む。もうその息遣いがいいな。毎回息遣いがすげえ好きなんだよな。だからどうかよろしく頼む。すごいなんか息遣いがね、なんかこう耳にこうグワってくるんだよね。頭を下げられてしまった。マジか、そこまでか。あ、はい。ましてや識別君に当たってもらっている研究はアストラル使い全員の未来に関わるものでもある。暴走をね、まあ抑止するというか、全てのアストラル使いが受け入れられる世の中を迎えられるようにするために。なるほど、まあそれは小鳥さんも含めてってことなんだろうな、厚則さん的にはな。君の思いと力も貸してもらいたい。そんなことを言われるなんて少し意外だったが、そうだよな、こういうことを考えていなければ喫下学院のようなものを設立したりしない。まあでも隠蔽してるわけだけどね、暴走を。とりあえずね、そこはまあ闇といえば闇だけどさ、まあでもそこはなんだろうな、まあうまいことね、こう闇にも闇も使いながら、自分のね、こう娘のそのなんていうのかな、悪事もむしろね、こうまあ一つの事件を解決したっていうそのね例に使いながら、まあ裏ではね、その小鳥さんとかを救ったりとか、まあ暴走をねどうにか収めるためにみたいなことをね頑張ってやってたわけだ。それをマユさんがね研究してたんだな。俺にとってこの人は潜入先の総責任者で、つまりは最大級の警戒を払うべき相手ではあるけども、こちらこそよろしくお願いいたします。この点においてはある意味では同志だ。そんなことを思いながら深々と頭を下げ返した。なるほど。さて、無事に理事長の了承も取れたし。放課後、研究室で落ち合った。改めて、私からもよろしくね、サドル君。ああ、任せてくれ。俺としても望むところだ。やる気出たよな。ありがとう。一緒に小鳥を助けられる方法を見つけようね。でもそれをメインにしちゃって大丈夫？そのサトル君の任務的には。差し当たってはメモリー繊維がどう使われるか報告するように言われているだけだからな。無論俺がマユ先輩の助手になったということなら新たな指令が降りることはあるだろうが、サトル君はもう私の助手なんだから、私の方を優先してね。かわいい、なんかこれ好きだなぁ。いいなぁ、なんかもうなんか任務じゃなくてさぁみたいな、私のことを優先してねっていう、そういう罠だったか。助手と書いて彼と読むってことで一つ。いいねいいね、俺これ好き。あー、俺これ好きだな。バックログ画面だ。もう私の助手なんだからって言っておきながら、あー、このね、なんかツンデレによくあるパターンをまゆさんはね、こう巧みに利用してくる感じね。ちゃんと説明も好きで、普通はこういうところ説明入れないんだけどね。で、あの主人公がちょっとあの突拍子もないこと言って、みたいな、差しなさいよバカみたいなね、パターンみたいなのが結構ありますけど、まゆさんちゃんと説明してくれるという。そう言われると嬉しいけど反応に困る。ひとまず小鳥のこととか暴走のこととかは現状お父さんの胸の内だけに収めておいてくれてるんだよね。親父から上に話を伝えたらどうしても大々的に動かざるを得なくなるみたいだからな。現状親父としてはまだ学院とことを構えずに置きたいらしい。メモリー繊維を先輩に提供するにあたってそこは強く言われたことだ。まあそうだよな。
この話は現状俺たちだけの内々のものとする。それ以上に話を広げないでおくのがお互いにとってベターだろう。うん、つまり親父も真由先輩にはそういう話が通じると見てくれている。それは俺にとってもありがたい話だ。まだか。できればこの先も何事もなく済んでほしいけど、とにかくそういうことなら、現状はその私の彼を独り占めしちゃっていいよね。助手をな。さっきも言った通りだよ。俺としても望むところだ。お前らちゃんと研究するんだろうな。おい、ちょっと霜の研究すんなよマジで。やめろよマジで。サトルくん、赤くなりながら言ってくれるのが可愛いんだから。おっと、どうした。何それ突然。だからとかさ、思い出したように年上風を吹かすのはやめようか。むしろ逆効果だから。だってちょっと恥ずかしいこと言っちゃったかなって。女子と書いて彼か。蒸し返されると一層恥ずかしい。大丈夫だ。恥ずかしがっている真由先輩、とても可愛らしくて色っぽくて魅力的だから。気持ち悪いなお前も。もうお互いやばいな、もう。もうなんだろう、もういいや、これはこれで、もう。これはこれでな。これでおあいこってことで。もうサトルくん、なんかもうイズソフトさんのゲームやってる感じがしないんだけど俺。あなたのそういうところも好きよ。もう結婚してるん、もう夫婦だよ。もう完全に夫婦だよこれ。う、それをもう隠さずにいてくれるのも、うん、私も隠さずにいられるのも嬉しい。これでまたお姉さんのリードね。いや、いいなー、何これ。このドヤ顔もいいな。真由先輩のピッチング緩急ありすぎじゃないか。いや、ほんと今までと違うからムズムズするけども。まあ、じゃあもうそういうことでいいとして。いいんだ。素で喜んでるみたいなのも可愛らしいから、ますますいいとして。ますますな。俺は何をどう手伝えばいいんだ。ああ、うん。ひとまずは提供してもらったメモリー繊維を解析しなきゃいけないから、それを手伝ってほしいんだ。出どころを沸かせない以上、自分が開発したようにしなきゃならないからね。まずはそこから。そうしてもらえるのはこちらとしても助かるけども、改めて聞いてもいいだろうか。どうしてメモリー繊維が暴走の抑制策実現の糸口になると思ったんだ。ああ、うん、細かいことを言ってもサトル君はわからないだろうから、うん、端的に説明すると、うん、お手数をかけて申し訳ない。なんか悔しいなこれ。やはりきちんと勉強に励まなきゃな。そう、本当だぞ。というか俺はどうして今まであんなに時間を無駄にしてきたんだ。将来こうなると分かっていれば。まあな。いや、今からでも遅くはない。いろいろ頑張らなきゃな。今まではずっと暴走状態を抑制する薬を開発しようとしてたの。薬、おお、なるほどね。なんせ暴走は詰まるところ脳状態の異常なわけだからね。薬物でアプローチするのが最短距離じゃないかっていうのが研究者の間では主流の考え方だったの。うん。が、成果は上げられていなかったわけか。残念ながらね。かといって他の手段も思いつかなかったけど、ごめんね蒸し返して。サトル君を罠にかけたあの日ひらめいたの。うん。もしメモリー繊維のような素材があるとしたら、だったな。そう、アストラルの状態を記憶できる素材があるとするなら、暴走が詰まるところ脳に異常が生じてアストラルの過剰干渉を起こしている状態である以上、うん、アストラルがそうならない状態、非暴走域でとどまっていられる状態を記憶させることができたらって。なるほど、強制的にってことね。ん？ごめんどういうことだ。大雑把に例えれば、暴走状態は水道管に許容量以上の水が流れちゃうようなものなの。
ああ、それは確かに水道の方が壊れるよな。暴走状態が続けば脳に損傷が出ることもあり得るっていうのは納得だ。まあそうだね。なんか血管にこう血がさ、血圧がすごいことになっちゃってるみたいな状態だな。それに対して今までは薬の作用でなんとか蛇口を締めさせようとしてた。うん。小鳥がああして眠らされてるのだって規模が違うだけで似たような処置なわけだからね。異常を起こしてる水道管が埋まっている区域全体を強制的に閉鎖してるような感じ。なるほどな。自力で蛇口が閉められないなら水道という機構そのものを丸ごと止めるしかないってことだ。そして自力で蛇口をどうにかできるようになるまではその閉鎖を解くわけにはいかないか。となったら確かに小鳥さんを目覚めさせるには蛇口の問題を解決するしかないな。そうだけど他の手段だってあるじゃないって思ったの。うん。自力で蛇口を閉められるように直すんじゃなくて外部から同じ機能を果たすものを追加する。うん、なるほどな。つまりアストラルとのリンクを非暴走域まで絞れるという状態そのものを投与、うん、いや付与だねするの。なんかあのソシャゲみたいな感じになってる。何々という絞れるという能力を付与みたいなね。あーなるほどな。そっか、それを外部的にそのメモリーで記憶したものをこう、まあ、付与してみたいなね。あーなるほど。そういう状態をメモリー繊維に記憶させそれを身につけてもらえれば。そう、自分の蛇口やパッキンが閉められなくても差し当たっての危険はなくなる。なんかもうペースメーカーみたいな感じだ。なんかそういう感じか。となるとパッチのようなものだな。まあでも本当にまあそれに依存することになっちゃうけどね。人体そのものではなく中に入る空気や水分の方に作用して効果を発揮する感じの。あーまあ問題はその非暴走域の状態をどうやって記憶させるかなんだけど。確かに、そもそもその非暴走域の状態っていうのも俺だといまいちよくわからんし、もう俺もよくわからん。どういうことなのか見当もつかない。だがでも間違いなくこれは糸口だよ。真っ暗で先が見えない道に光が差したの。マユ先輩は力強くうなずき目を輝かせている。だったら俺は彼女を信じて手伝うだけだな。全部君のおかげ、ありがとう。結果的にだよ。お礼を言ってもらうなら役に立ってからにしてくれ。うん。でも私の気持ちとしてはね。だからそのお礼。BGM がやんだね。お礼ですか。サトル君、もうこの雰囲気で察してるんじゃないか。急に耳まで赤くしてもじもじし始めた。というか、めちゃくちゃチラチラと様子を伺われているような。お礼したいんだけど。お礼な。どんなお礼ですか。これはなんだ。俺の方からもらいに行くべきなのか。うん、そうだね。そうだね。うん、サトル君の方からもらいに行った方がいいかもしれないね、どちらかというと。いや、でもそれじゃあ多分お礼にならないと言うだろうしな。というか、俺が勘違いしているだけかもしれないし、マユ先輩キスしようとしてくれてるんじゃない。いや、その先じゃないか。いや、もっと、もっと上じゃないか、それ。もうね、ドフラミンゴみたいな。ね、戦国か、もっと上だってやつですね。とにかく、はい、改めてよろしく頼む。そうだね。うん、よろしくね。この流れで何もないんか、何もなかったんか。俺たちは一度経験はしている。ん、経験してはいる。しんと互いの思いを確かめ合ってはいる。がしかし落ち着いて改めてキスというのがこんなに難しいとは。してもいいんだろうか、待つべきなんだろうかとか、ここまであれこれ考えてしまうものと。まあそのあたりも含めて頑張らねばってところなのかもしれないが、まあ序盤はもうそんな感じだよね。終盤というかもう最終的にはもうさ、気づいたらしてるからね。もう大体そんな感じですよ、やる気なんてもうね。
リドルジョーカー。人がいなくなって、なんかちょっと路地裏にバッと入ってこう、ハム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 してるからな。はい、ということで、なるほど。そっか、理事長もな。まあ、投資してくれてと。そうだよな。まあ、とりあえず、そこのね、まあ、小鳥さん関連の話っていうのは本当に、マユさんにとっては大事なことだし、もう本当にね、この学院にとってもね、ひいては大事なことなのかもしれないな。理事長も関わってるしな。なので、まあ、この事件というか、この流れがどうなっていくのか、っていうことですよね。あのクレーンのところからの事件から、その暴走状態を直すところまでね。まあ、どういう風になっていくのかなと。まあでも、どうなんだろうね。この流れだと小鳥さんは救われるんでしょうかね。ちょっと、まだね、わかんないですけども。はい。楽しみですね。はい。ということで、じゃあ次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。